さっちは罰金やから。プールしてみんなで飲みに行こう。もう判定もらえない。よかった。そっち、なおちゃん、なおちゃん、剣を引いてください。剣じゃん見たよ、何剣が出るか商品剣、はや次負けたら、勝ち負けたら試合戦少しじゃない。もうだいぶ少しじゃない。けど下りだったけどその分ほら取り返せるシステムになっちゃう。でもご遺体ですね。ご遺体。ご遺体。いや、ご遺体にはならないよ。ハッピーグで試合です。キュウリタイマー。シャインの直子さん、溝口さん。どこ ?3 番。4番開いたよ。開いてる。開いてる。4枚でしょ、あれ。いや、3で構わない。Thank you.
森も剣引いて。剣。もうそれどうするやもね。もうバック剣。3番テーブルで試合です。森本さん、古谷さん、3番テーブルです。一応たらさっきの方が直接タッチしちゃうよね。当たって手玉のクッションが当たらなかった抜けつったらアルファのクッション、タッチしちゃうよ。タッチの時はもう一回だろ。逆に余計当てないかな。そうそうそう、うん、厚くいってコチンっていったらクッション入らない可能性がある。あと引っかかったりタッチって何やろって考えてじゃん。タッチって言われたらタッチってどうなったらまあでも英語があんまりわからんのかな。まあ英語はどうでもいいしと思ってでもセーフでもさっきのこと入ること入っちゃう。いや、わからない、ね、タッチのルールがわからなかったらタッチって言われたけどなんタッチって何と思って今からキューとシャフトどうするかって話じゃん。負けますよ。キューとシャフトだって。そんなからファールしないで。断ったね。A 君、うん？ A 君負け負けない。いや負け負け、ちょうど負け負けないじゃん。うん、ここで勝ちよ。こんな5万ちょうだい。5万だね。えらいさやな。いや負け負け回避で5万のギャンブルだよ。そうそうそう。えぐい。加算する。すっと加算する。結構負け負け率高いで。50% ぐらい簡単に挟んでいる。見えちゃった。はい、嬉しく。中国の誰が早すがないもん。まあ火つけたばっかりだけど。ちょっと休めてもらってす。
2番テーブルで試合です。岡田さん、森田さん、
Thank you.
Gracias.